上空曇り空の中ゲームがスタートです。神宮球場からお伝えしてまいります。東京ヤクルトスワローズ対横浜 DeNA ベイスターズの一戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まもなく試合が始まるわけですが、西さん、試合前というのはビデオをチェックしたりデータを集めたり、西さんは結構そのデータ重視されるタイプでしたか？まあ、一応ね、相手のデータを見ながら、試合に臨みます。まずはスワローズの先発山中が神宮球場のマウンドに上がります。相手打線に対してどのように立ち向かっていくんでしょうか？西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。アウトコース、ストレートが決まっています。いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。変化球が決まりました。ワンボールツーストライクです。打ちました。右中間へ打球伸びる。ここはフライになっています。センターが取りました。バッターは2番に入っている上里。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーは山中、そしてキャッチャーは西田。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。ストライクになります。スライダー決まりました。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。変化球で空振りを取ります。3番バッターロペス、ツーアウトランナーありません。まず打ちをついてきました。スライダーが決まります。ボールになります。インサイド落ちました。これは三遊間抜ける。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスは4番佐野。ヒットでランナーを一塁に置いています。これが初球。初球コーナーをついてきました。ファウルになります。さあ、3球目は何か。見逃し三振。三振を奪ってピンチを脱しました。ランナー出ましたが、ベイスターズ得点には至りませんでした。試合を制したのは東京ヤクルトスワローズです。今日は西さん、打撃で圧倒しましたね。本当ですね、打線がよく頑張りましたね。よく打てたと思いますね、今日は。本当に打線がつながったゲームになりました。勝ったヤクルトスワローズ、大きな今日は勝利になりました。一方の DeNA ベイスターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。